5秒できちんと答えますいや多分大丈夫だと思うけど、ルートで一番好きな曲は真顔の天使。てて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 、恋をしたらどうなる。周りに乙女って言われます。自分では自覚がありません。わー超ヒステリックじゃん、うん、P に一言、いつもありがとうございます、これからもよろしくお願いします、感謝します。はい、あと E の中で好きなのはあれ、なっちゃんって言ったら無難なんだろうけど、まあなっちゃんでいいや。1億円当たったら半分貯金して半分豪勢に使いまくるかな。1日男に生まれ変わったら、特に何を生まれ変わるのは何になりたい。あ、女の子でいいです、別に女の子のままでいいです。アイドルとしてやってみたいことは、名古屋ドームでライブがしたい。名古屋ドーム、ドームツアー、ドームツアー。自分の性格をうるさい、うるさいっていうし夏休みの予定は、これから勉強します。はい、付き合ってみたいメンバーはアミちゃんがいいです、絶対かっこいい。生まれてたの女の子に直感で名前ゆうこ行きたい国、イタリア、シンガポール。春夏秋冬どの季節、あー夏が好きだけど冬のウィンタースポーツも好き。 10年後結婚してるはず、いやしてないかも好きなところ目、釣り目なとこです。はい好きな食べ物、甘いもの、ラーメン、こってりしてるもん唐突な決め子、 Thank you。 はい、ミルフィーさんどうでした。きっちり答えれました。誰よりも優秀でした。え、わかんないけどイエーイ。いや多分普通の答えしかしないから面白くないと思う。でも、ね、スパ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 行きましたよ。これ面白いね。他の質問でもやりたいけど時間があったら、受験終わったら、そう、えぐい質問が欲しいギリギリを、あ、じゃあ受験が終わったらえぐい質問コーナーイエーイ、ありがとう、バイバイ。